紅茶のトレーニング講座。はい、今日からシリーズですね、腸腰筋の働き、とキックについて、お伝え、していこうかなと思っています。腸腰筋ですね、主に、腸腰筋は腸骨筋と大腰筋を総称して、腸腰筋というんですけども、この働きがですね、もも上げだけに関わっているんじゃなくて、キックにも大きく関与していそうです。それをですね、これから解明していきたいと思います。それではいきます。はい、これはですね、静岡の研究チームが、その静岡のですね、トップクラスの高校生を被験者にして出たデータです。こう文字が小さくて申し訳ないんですが、はい、こちら一番上がですね、スプリントと書いてあります。その下ですけども、ロングディスタンスと書いてありますけども、これは腸腰筋の横断面積ですね。横断面積を示していますけども、スプリンターが断然太いんですね。他の種目、柔道であるとか、ボクシングであるとか、水泳であるとか、他の種目がこうたくさん並んでいるんですけども、スプリンターが断然太いんですね。はい、これはですね、大腰筋は非常に、スプリンターにとってですね、大切な筋肉であるということがわかります。そしてですね、今度は大腰筋の、横断面積と疾走速度、これはですね、どのような相関関係があるかといった図を示します。これはこちらです。大腰筋の横断面積ですね。はい、やはり面積広ければ広いほど疾走速度がですね、これ速いんですね。はい、こういう図が出ています。そしてこれはですね、被験者はスプリンターとサッカーと他の種目なんですけども、このように出ています。この中で、じゃあスプリンターだけ、短距離選手だけを点を取ってですね、まとめたものはこっちです。はい、もっと綺麗に出てきますね。完全に右肩上がりの図が出てきます。はい、ですから、大腰筋が太ければ太いほど、疾走速度が速いという考え方は、これは当たっているようです。はい。さて、ですから大腰筋が太ければ太いほど速いということが分かったんですが、これをですね、ただ単に、じゃあどうなんだろう、もも上げの筋肉ですよね、大腰筋って。もも上げの筋肉を太ければ太いほど速いんだったら、もも上げのスピードが、なんていうんですか、疾走速度に関係ないといった理論ですけども、これも間違ってきますよね。で、結論ですけども、はい、キックに関わってくるんですね。はい、ほとんどの人がですね、大腰筋が太ければ太いほど速いっていうデータを知ってる人はですね、もも上げを改善するであるとか、切り返しを早くすれば速くなるといった理論で結論付けてしまうんですけども、そうではないと思うんですよね。うん、伊藤先生そうではないと思うと言っていましたし、私もそうではないと思うんですね。それではない、もも上げは発疾走スピードに関係ないから。明日からですね、どうキックに関係してくるのか、そういった図をまた、バイオメカニクスのですね、分析結果と参照しながら、示していきたいと思います。今日のまとめは、ただ大腰筋は走るのに非常に関係している筋肉で、太ければ太いほど速いという相関関係が見られるということですね。今日お伝えしました。それではまた会います。紅茶のTraining講座